し身を潜ませていた。疑念を持った少年は女の部屋の屋根裏に忍び込み真実を見届けようとしていた。ミシミシ、女の部屋の床がきしむ。少年はわずかに空いた板の隙間から部屋の様子を覗き込んだ。少年は見た、ベッドに横たわる女の姿を。そして荒縄を手に近づく女教師の姿を。女教師は妖艶な笑みを浮かべて言った。平家君。おや神田先生、廊下でエロ小説を音読するのはやめてくださいと。エロではありません、官能という名の芸術です。そんな大きい声で。これは失礼しました。溢れ出る芸術への信奉心を押しとどめることができなかったのです。はあ、うん、大神君、あなたデッドゾーンが見えていますよ。